始めていきまーす。よいしょ。よいしょ、よいしょ。水さん、白玉さん、プリンさん、大輝、ありがとうございます。あ、固定コメント後ろずれていた。ちょっとお待ちを。用意してたのに。ティア。固定、ティア。よし、ほっ、じゃあこれでやっていきましょうか。コンタマゴ目玉焼き系 VTuber ランウひなりです。さて、いよいよエンディングを迎えていきたいと思う。昨日ですね、ようやくアリちゃんのドレッドクイーンですか、倒し終わって、これでサブイベント全部終わったと思うんですよね。終わったと思うので、本編ラストに向かって頑張ります。そしてメインキャラクター、メインキャラクター、ラストのキャラクターはこいつなんだ。きなりっていう字、今更だけどカタカナにしてなかった。カタカナにしてなかった。よし、じゃあちょっと待って、クッション、よいしょ、よし、なんか昨日さ、アーカイブ見たらひよこの声より BGM の方がちょっとでかかったから、ちょっとちょこ気持ちちっちゃくしたけど大丈夫これ。やたら BGM、 戦闘中の BGM がやたらうるさいなと思って。レイロンさん、こんたまごありがとう。じゃあ、行きますか。 LP が相変わる、まあ、LP はね、どうし、もう準備をしていった方がいいのかしら、持ち物とか。どうしたらいいの？とりあえず持ち物の整理するか。あ、どうなるんだろうね。全然分かってませんが。必要なもの。え、このさ、貝？結局何だったんだろう？この海、風貝。使わなかったよ。え、これ、え、サブクエやってなくない？これ海風貝とか何も使ってないけど、ヒューコどうしよう。これぐらいかな。引き出す。え、もう最後なの？寂しくなってきた。おう、後で持ってこればよかったとかなるかな。帰ってこれるかな。帰ってこれるかな。まあ行くか。大丈夫っしょ、大丈夫っしょ。
かな、スービエを倒したじゃん。ちょっと一回ちょっと寄り道していい？ちょこっと寄り道しちゃう。ちょっと待って、技をそう言えば。どれがいらないんだ。ような気がする。ヘラボ、ヘラボも君なんか聞いてなかった気がする。装備品の何か。黒のガラドリエルをちょっと外します。して黒のガラドリエル。から守る。じゃあ別に違うね。武道寺、武道寺なんて来てんの。ワーリングラバーソウルは、ラバーソウル電撃だっけ。一回外してそう、雷だよね。なんであんなに強かったんだ。じゃあアリの時、アイアンウィルがなんかしてんのか。行くか。とりあえずちょっと湖に一回行ってくる。あげたけどさ、いやー強そう。大丈夫？強そうだわ。強いのかな。じゃあ猛徳の火力が強いのではないだろう。こっちだっけ。あ、いない。倒したんだけど特に何もないってことだよね。なんだ。あ、分かった。あっちかな。普通に帰ろう。あっ、魚の上がいる。強い。モトコ君が倒れそう。
タイル使う？足があった場所ってどこ？ここ？あ、違う。え、なんか走れないんですけど、 B ボタンを押してもダッシュを押せないんですけど、これなんかひよこ設定変えちゃった。デフォルトの移動速度歩く。あ、走れる。え、怖っ。怖っ。頂上になってる。どこだっけ？ここか？ここか？違う。ミラモン？ここだ。結局影は何だったの？何もなさそう。以上です。じゃあ、帰りましょう。代表権。混ぜる会。左を向くな。よし。いや、上に来ないで。上に来ない。なあ。見たこともない敵が出てきたか。初めての敵が。タクシーで死なないってことは強いね。ほい。はいよ。はい、進んだ。で、で、これですよ。セーブだー。ここに1個セーブして。寒い。凍え死ぬ。ギャラクシーばっか買ってんのももったいないけどね。強い。あ、でかい巨人オール。あいつは敵だな。ラスト団長。名前が見た今。ここ入ってきたらラストランダンジョンって書いてた。だよ。なんもないな。敵が復活してる。ダンジョンって名前だった。混乱。
道としては下ですね。なんか巨人めっちゃおるが。ラストダンジョン。え、なんもない。復活するのやめてほしいな。巨人がいる。やばーい。ここなんもない。え、なんだろうこれは。から来る場所、ちょっと下に進むか。ちょっとセーブして、無限セーブして、とりあえず宝箱もないし、とりあえず進む。うわ、来た。ね、何にもない。なんだろう。逆に怖いよ。名探偵になり。でも逆にあの穴が7個あったらそういうことなのかなって思った。今穴4個ぐらいあったけどさ、7個あったらそういうことなのかなとか思っちゃったりとかしちゃったりなんちゃって。君、どっかの塔にいませんでしたっけ？君、どこぞの塔にいましたよね？倒せるか？フリーズバリアしちゃった。ちょっとそういうのやってほしいな。一回で冷気だからな。そういうことするんだったらこっちでしょ。でそのままこっちするよ。一旦気を放ちだからいける気がする。あ、いけるね。暗闇、断然。お、弱い。本気でかかっちゃったよ。セーブしとこう。いや、普通にオルガ。大量にいる。いやに
やつじゃないでしょうよ。もうちょっとレア度高いでしょうよ。ある意味あれだよね、レベリングってことでしょある意味ここはレベリングってことでしょ。そういうことな気がしている。もったいない気持ちが。あざみちゃんを強くするという意味ではありかな。ジャンヌちゃん2連続ミス。ジャンヌじゃない、クリームヒルトだ。ごめんね、知らない女の名前言ってごめんね。ジャンヌ怒らないで、怒らないで。パン入った。よくミスだな。あの女の名前を読んでしまったから。あ、ごめん。よいし。
全部倒したーセーブしとこ。誰もいないと逆に怖いんですけど誰かいませんか。ここっぽくない？セーブ。してるもんね、こんなおどおどしいと。避けてるよ。いいよ、ひなりちゃん避けてるよ。次上がるらしい。いいよ。セーブ怖いから新しいとこにセーブしよう。今日の最初のセーブが3番目。うわ、うん、急に出てきた。トゥ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 。そう、ラストダンジョンなんですよ。名前もラストダンジョンって名前。ヘラボはやっぱ効かないのか、モグラちゃん。よしよし。ってことは、ラトのテラボを消そう。OBS 固まりましたね。はい、ただいま一瞬固まるんだね。もったいない気もするんだけどね。どうしたらいいんだろうね。もったいない、もったいない病が出ちゃう。決めた。Thank you.
で、右。ちょっと来ちゃう、そいつが来ちゃうな、迷路だな。そしてもういいか、触るか触るか、仕方なし。これはギャラクシー使った方がいいって言ってるね。レベルがあるんですよ。この混乱の文字の色で、あの味方をやりに来るか違うんですよ。右もあるっていう見た目してるじゃん。上っぽいけど、上っぽいけど右もありそうな見た目してるじゃん。待ってるわ、待ってるわ、すごい待ってる。あ、マリドじゃんじゃない、強いってこと。なんで2攻撃できるの2回攻撃できるの。あ、じゃあ右も左もタイプですかね。あ、なるほど。ちょっと下にもう一回行きましょうか。あ、違う。あ、マイノンさん、この卵を。セーブして。わお。やだ、みんな追いかけてくるじゃん。うぅ、追いかけてくるじゃん。ちょ、えいうまい。うまいぞ。あ。やばい、キュウリ王冠。
ちょっと強いな。そしてちょっと陣形が大変。生きるかな。やってみよう。いけるかな。さっきのファイヤーボールよりは威力が弱いですね。同じとこに繋がっている同じとこに繋がってた。なんてこと。悲しいね。このダンジョンは高みよくなさそうだな、そう思うと。ね、意地悪よね。宝箱あると思って行っちゃったじゃんね。ここでセーブして上に参ります。作んなよ。上は、なんか上にあるっぽいけど、これ違うのか。なんでもない、なんでもなかった。かぬのだよ。あさみちゃん強くなってほしいな。回避された。音速チェン、おお、耐えたー。回避してくる、強いじゃん。回避してくるんじゃん。ついてくる。これは下なんかある？ない。わお、びっくりした。大丈夫かな。毒で死にそう、モグラ。まあ、そういう日もあるよ。そういう日もあるよ。こまめなセーブしてるから大丈夫。そういう日もあるよ。あ、ここか。上へ参りますからだ。上へ届かないだろう。触っちゃった。触っちゃった。タコが900を出すんじゃない。
ラクが900を出すんじゃない。おいおいおい、こういう時って続くんだよな。こういう時って続くんだ。よける、よけるよ、よけるよ、そらもうよけ、よけ、自分から触っちゃった。頑張ってください。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい。ほら続くんだよな、こういう時。ちょっとほんとやめてほしい、ほんとやめてほしい。3連続だよ。ちょこちょこ、ちょっと沈んだらセーブするか。ちょこちょこセーブ作戦。そい。え、ここでセーブ、ここでセーブ、ここでセーブや。なんかね、似た。もう徳が死にそう、もう徳が。ヨーヨー当たれ。オッケーオッケー。もう徳死にそうだって、セーブしてあげよう。ラボは効かない、催眠も効かない。いいよ、全部その攻撃だったらね。どう、進んだ、進んだわ。セーブよ。セーブよ。大丈夫かな、このカエル。弱いな。すぐ死にそうになる。火力あるけどね。はい、セーブ。いいよ、進んでるよ。上へ参ります。ちょっとヤバそうなとこに出た。祭壇的な。え、祭壇的な？この先は引き返せないぞ。ちょっと待って。ここでじゃあセーブして。もうちょい。
ピル3分多分行く。行くか。引き返せないぞ。行く。ついに来ましたね、皇帝陛下。誰？我が妹ロックブーケの敵は取らせてもらいます。あ、なんだっけ、和解した人誰だっけ。和解した人、和解した人誰だっけ。君の名前は君の名はあ、ノエル、ノエルか。君一瞬だったからちょっとごめんね、覚えてなかった。強そう、戦いたくなかったな、君とは。流し切りとかにした方がいいか。剣でしょ？絶対ソードバリアタイプじゃん。ソードバリアタイプじゃん。いいよ、いいよ横の読みは当たっている。いいよ、ソードバリア、ギャラクシー。君も一回ソードバリアをしよう。からのバット。やってみないと分かんないよね。とりあえず戦うわ。とりあえず全力で戦う。お、ゼロ赤マイたち痛いね。だがしかしこれで行く、これで行く。回復できるか分かんないから、ちょ全力で行っていいのかちょっと悩ましいところね悩ましいところ。スパン取られてる横が見てない時にスパン取られてる。あ、ちょっとそれはごめん、それ見てなかったわ。もう一回ソードバリアしようかもう一回ソードバリアしようか。ごめんね、なんか見てなくてごめん。ノエル背中から蝶々みたいな羽生えてる。ごめんねごめんね。月影、君男なのに月影できる。あーもうこれちょっとやり直していいですか。ちなみに結界石はまあ最終ですかね。今が最終ですか
わからないじゃないですか、この後何があるか。よし、ちょっとここセーブしとこう。行くぞ。それで、みんなソードバリアを始めよう。あいつにはソードバリアだ。マジでモグラくんがかわいそうだったな。最初からソードバリアしてあげればよかった。何万ぐらいあるかな。あ、モグラがドヤ顔してるぜ。オーラのモグラがドヤ顔してるぜ。モグラがドヤ顔してるよ。もうわざわざ低いレベルの技を使ってあげてるんだ。ひらめかないかな。お、ドヤ顔だ。あ、ずりたいね、ずりたいね。それは痛いね。入るというね。どや、どや。どうやってんな。誰君、これ僕、ボボボボ、あ、出てる、あ、六武家ちゃんはわかる。あ、お兄ちゃんね。あ、弱かった人。あ、あ、あ、女になっちゃった人。う、強い。すまん、ワグナス、誓いは守れそうにない。ワグナスとヌエルは友達だったんだよね、確かね。
準備はいい？いいえ。いいえ。ああ、準備させてくれるらしい。助かる。助かる。優しいゲーム。優しいゲーム。ここでしょ、結界石使うときは。ポチッとな。ふぅ、ゆうまさん、うまさん、来てくれてありがとう。よし。準備はいい？はい。ぐる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 。ちょっと目ん玉あれいっぱいなのか、あれどうしたこの女の子はロックブーケちゃんかな。とりあえず剣をしてくるかわかんないけど、ソロードバリアを最初にみんなしよう。わからんけど何をしてくるかわからんけど、とりあえずソウルマリアして、テンプテーション、あ、ロック武器じゃない？これロック武器か、じゃあ。じゃあ行きますか。腕力くるかな。とりあえず毒武器っぽいんだよな。だから七人分くるかな。あ、ロックブッケじゃない？これやっぱやめてー、それは死んじゃうそれは死んじゃうなるほどね。やばいな。こりゃやばいな。最初にロックブーケでしょ。ちなみにテンプテーションはね、1回目のロックブーケちゃん、1回目テンプテーションをひよこにしてこなくてね、見切りなんてしてこなかったよ。なかったよ。だから見切りなしでテンプテーションを受けなきゃいけない。ってなると1回ロックブーケ頭良すぎんか。それはそれは頭良すぎやな。この時をもってテンプテーションをあの日あの時してこなかったのかあの日あの時してこなかった。準備はいいよ今日ずっとここ見るんだろうな。ぐる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 テンプテーション、魅了せぐ装備ない、なかったな。さっき一通りね、見てから来たのよ、ここに。このロックブーケを早く倒さないといけないから、
ソードバリアとかしてる暇ないかもしれない。絶対かかる、うん、君は祝福だけしとこ。キャラクイックタイムで、あ、うん、あ、いやでも連戦なんでしょう。そしてうわ連戦なんでしょう。そう、ま、1周目はソフトバリアをするか。1周目ソフトバリアって、問題は2周目からでしょう。一瞬でこれして、マジで逆クイックタイムをされたら終わりだな。逆クイックタイムしないでね。あ、違う。君はもう祝福だけを誰かにあげとこう。で、もう一人できるんですよ。うちにはクイックタイムが。これでいこう。男一人、え、モグラは男、え、モグラは、あ、早い。なんか出てきた、誰？え、誰？なんか出てきた、気持ち悪い、誰？え、誰が出てきたのそれ？あ、来た、テンプテーション、オッケーオッケー。で、足が速いのが、あとはこのままで、あ、あざみちゃんが足が速いから、これで治れよお前。おい、治んないと怒るからな。あざみちゃんより先に言われた、なんか出てきた、お兄ちゃん。お前ソードバリアを、あ、自分にソードバリア、それならオッケー。エリクサ、よし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 、いいよ。あ、もう猛毒使えねえな。お、猛毒使えねえな、君。ちょっと自分で回復してもらおう。あざみちゃん、あざみちゃんはモートクのエリクサをするためにここに来たんじゃありません。うん、まっ、それどっちにクイックタイムだ。それどっちにクイックタイムなんだ、教えてくれ。どっちにクイックタイムが入ったんや。お、よし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 、いいよ。あ、なんだっけ、君地下にいた力強い人だっけ。
もうとくくん使えないじゃん。もうとくくん使えないじゃん。どうしよう。どうしよう。今ずっと祝福してる。どうしようね、君。クイックタイムしとく？ちょっとどっちにそのクイックタイムが入ったかよく分かってないんだけど。8本の光、1、2、3、4、5、6本、8本見えるね。1英雄の光ってことは、これでこっちに入るの変わりない。よしよ、1、2、3、4、5。誰？君は誰？誰これ？これ誰？ここでギャラクシーしたら自滅するかな。怖くてギャラクシーが使えない。あー、どうしよう。怖くてギャラクシー使えない。本暴力でもしとくか。あ、これワグナス。あ、ワグナスって普通最後に出てくるんじゃないの？もう出てきちゃったの？いいよ。いいよ。1、2、3、4、5、6匹目。あ、あっち。あ、あ、ちょっとやばいよ。あざみちゃん、ちょっとそれはやばいかもしれない。だんちゃんに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 ゃん。にゃあ、どうしよう。あざみちゃん足速いんですよね。それはちょっと困った。彼が足速いって。君足遅いもんね。どうしような。いや、左が一番早いか、足が。こういう時本気出しちゃダメよ。2800。
再生。なるほどね。本当やることない。もうとくくんやることないね。よいけどね、もう今後力で結果。マシンガンジャブで全力火力でいこう。全員女パーティーの方が良かった？ひよこハーレムパーティー正解だったかもしれない。アビスゲートなんか3で聞いたことあるぞ。アストラルゲートそれは。あーモグラモグラが吸い込まれていった。いや頑張ってほしい。もうここまで来たなら頑張ってほしい。何万あるんだろう。メイルチュトローム。なるほどね。いけないだろうかという気持ちで攻撃に行きます。ちょっとコメントほぼ見れずでごめん。ちょっと待っててみんな思い思いにコメントしてて。ダークスフィア、アストラルゲート、重い？あ、重い？今 YouTube みんな見すぎ？ありがとう見てくれて。どうしよっかな。もう一周、もう一周いけないか。何ひよこが「重い」をコメントに書いてって言ってたからそういうこと。風車までいけんのかな。さっきのなんとかゲートダメかな。あ、全然いいじゃん。かまいたち、あー耐えきれないかもしれん。耐えきれたー。耐えきれたのは偉いね。耐えれる。あ、終わっちゃった。
フィーバータイム終わっちゃったな。こうして、こうして、もう一回ならできる。もう一回ならできる。再生がうざいな。再生うざいな。ちょっとね、クイックタイムを無駄に使われたせいでね、モートコくんのね、魔法のポイントがないですね。もうこれがうちの全力なんだから。何万あるんだ。あとちょっと目が回ってきた。ナイス。いいよ。目が回ってきた。ちょっと反対回りしてくれないかな、半径。目が回ってきた。頑張れ頑張れ。あとはうちの技ポイントが。リップ。混乱？それ。やっぱり。にゃー！モートクくん、君それでギャラクシーでやったらマジで勝ってんだろうな。勝ってんだろうな。君それでギャラクシーやったら分かってんだろうな。
もしかして倒しちゃった？倒したみたい！なんだっけ、嫌われ者のクリンチーと最弱の人と、なんか地下にこもってた人とお兄ちゃんと誰やっけノエ、ブブブブブブ、六ブーケとなんか女になっちゃった人、はあ、素敵な青空、ジャン君だね、これ。なんで今隠れたんや。いやー、終わりましたわー。これ、ひよこが持ってない陣形、欲しかったやつ。欲しかった陣形。人形持ってないやつ人形が足りなくって、よくあの人形だけで勝てたと思うわ。あ、これも欲しかった。これもないんじゃない、この人形も。あ、これもなかったんじゃなくって、その Z 知らないな。あ、それは持ってる。何、そんなイベントあったっけ。何それ。あー、やりか。そうなんだよね、ひらめき切れてなかったんだよ。何この陣形、これは本当初めて見たな。強かったね、君強かったよ。これゴブリンアタックかな。スカイドライブね。これ最初期にあったやつ。暗くなっちゃった。横が永遠使ってたやつ。モグラくんを生贄にする陣形。あ、これ知らないな。これ知らない陣形だ。よく3はやってるからね、ちょっと知ってたりするんだけど、知らなかったりするね。体術か、かっこよ。お釈迦様出てきたよ。あ、これね。
それ固有技かな、武器固有技かな、今のは。あ、これ、あの、水の中のやつね。すごいギミック難しかった。あ、これ綺麗なお姉さん。でも強かった、この綺麗なお姉さん。あ、固有じゃないんだ。さっきのあの、炎の壁まとったみたいなやつ。へぇ。片手剣の方か、じゃん。ダメだ、体験しか今回なかったわ。片手剣をね、捨てちゃったんだよね、途中で。最終工程で、まあ体験にするかって言ったね。あ、ここの音楽に戻ってきた。かっこよ。君には何度泣かされたことか。強かった。音楽いいよね。何それ、それ知らない技だ。トゥトゥルン、トゥルルン、トゥトゥルルン。炎剣かな。ひよこやってないの、海のなんとかなんとかかんちゃらでしょ。やってないわ、これだけ。なんか和解したんだよね。すみません、暴れちゃってみたいな感じでお話しして終わった気がする。あいつ、強かった。あ、和解したからかよ。なるほどなるほど。じゃあ和解ルートで、あれはあれで正解なのね。かっこいい。あ、ギャラクシーですね。1158年フリーファイター皇帝ジェイスン。あ、それはね、人魚姫と恋をするためにこの人にしました。1159年フリーファイタージェイスン、恋をするためにこの人にしました。1411年ペルーサ、可愛くてこれにしました。1460年、これ強い、フォーリーオーダー強いだろうみたいな人形増やすためにこいつにしました。1510年格闘家をちょっと助けてあげようということで復活のために使いました。1609年インペリアルガードも人権持ってるかなと思ってこれにしました。1610年、まあこれにしました。1611年、ルナの時期が長いですね。1794年、対して帝国は共和国に変わったんだ。共和国？もう少し大きくなればわかるよ。
これ銀遊詩人的な人じゃないか。おー、ひなりおったわ、右下に。もう1枚ですよ。あ、いいんだ、先に帰っていいよ。ありがとう、マスター。いかがでしたか、陛下。あなたの歌は素晴らしかったわ。だけど陛下と呼ぶのはやめて。もう私は皇帝ではないのよ。ただのひよこ。アバロンの人々にも忘れられた歌の中のダルババッキの存在よ。そうでもないと思いますよ、ひなり様。変えましたメンバー、ごめん。あ、ジャンヌちゃん。あれ、一番下誰だ。あ、村の人かな。あ、剣、体剣強かった。一番手前の人めっちゃ良かった。あ、猛徳じゃない、ちょっとモートクじゃないのにすればよかったなって、ちょっと最終点後悔しました。あ、ここら辺はあんまり使ってないメンバーですね。術師的な感じですね。あ、ここ初期の人たちですね。ありがとうございました。その説はお世話になりました。君たちを手に入れるのに大変だったよ。あ、おじいちゃんと、あの、あれ、王子じゃん。王子じゃん。おじいちゃんいいやつだったよ、あの人。え、一番後ろ誰？一番後ろ誰？一番後ろわかんないな。みんなえ、かっこいい。見て、かっこいい。オープニングのとこになった。初代皇帝でしたか。あ、それは申し訳なかったですね。そう、それは申し訳なかったと本当に思います。ということで、無事ロマンシングさんが2、今みんなに見えてないけどひよこ2って画面にやってるから2 完結しました。ちょっとごめんね、だいぶ、七英雄戦ってるぐらいから人の名前を呼んでいないというね。はぁ、あ、モグラって性別不明なんだ、今更知りましたね。もう、よいしょ。クイックタイム？あ、わかんない。もう勘で使ってるから、勘で使って戦えてるから問題なし。水木さん、くん玉5。あ、クック先生もくん玉5。ここ誰だ？ポジハメさん、くん玉5。初見テンプテーション、ギャラクシー。あの時ですよ、ひよこは。あ、もう特にしたことを後悔したなって、あの時、ちょっと、すごい思いました。はい。リメイク背景ね、すごい綺麗だったね。ちょっと、ひよこ途中ぐるぐる回って目が回っちゃったけど。
この背景で目が回っちゃって大変でした。うん。そして、ペロさん、お疲れ様でした。スーパーチャットありがとうございます。いや、嬉しい限りね、本当にありがとうございます。そう、比べてみると、クイーンの方が強い。ドレッドクリーン、クイーンの方がはるかに強いから、もし、ひよこの配信見て、リメイク2、ロマサガリメイク2やりたいなっていう人は、ドレッドクイーンを倒せば多分七英雄倒せると思う。うん。多分大丈夫だと思う。だからドレッドクイーンはね、先にちょっと頑張って倒してみると、七英雄、あれ意外に、ちょちょみたいな感じになる。うん。だってひよこ猛徳のギャラクシー以外、あれがなければ一発で七英雄倒せてたからね。あれはちょっと猛徳くんのギャラクシーが本当に先般でしたね。うん。本当に、あ、そう、人形、ひよこは多分今のね、エンディング見てもらって分かったと思うんだけど、工程が意外にちょっと少なくて、人形がね、全然なくて、もうインペリアルアローの、あれを使うしかなくて、ずっとね、今まで見てきた人はわかると思う、インペリアルアローでずーっと、モグラをタンクとして使い、ここまで来ました。だから最悪人形は、インペリアルアロー的なのがあれば、なんとかなる。ね。ひよこが証明してみせた。人形めちゃめちゃなくてもできる。できるぞ！よいしょ。受験でネタバレなしだといろいろそうなんだよね。でもまあ見てる人的にはね、結構懐かしんでロマサガ見てる人多かったでしょ。だからまあ初見プレイはこんなもんですよ。はい。よいしょ。和解しないとスービー強くなる。あら。和解しといてよかったじゃないか。和解してよかった。結構ね、和解ルートできた。ノエルの時もね、和解ルートできたし。よく平和主義だから。ね。そう、恋をするために、そうなのよ。あの時、ひよこを全部女皇帝にしようと思ってたの。配信見てた人はわかると思うんだけど、全部女皇帝にしようと思ってた。なんならパーティーも全部女にしようとしてたんだけど、ちょっと、恋ができないという。イベントは発生するけど、恋に発展しないんだって。まあ、当時、スーパーファミコンの時代は、まだちょっとね、こう、ゆりはまだダメだったみたいで。だから、仕方なく、皇帝を男にして、って感じでしたね。懐かしい。そんな思い出もございます。どこまで今コメント読んだ？レオン忘れましたね。レオン、レオンレオンのことすっかり忘れてた。鼻目覚めしてたか？なるほどね。改めてクリアおめでとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。はい。2週目はしませんで、ひよこね、来週からオクトパストラベラー新作2ですね。あれを楽しみに今生きてるんで、ちょっと、来週はひよこ3周年だから、3周年の25日終わった26日ぐらいから、オクトパストラベラーに行きたいと思います。ちょっとね、いにしえのゲーム好きなみんな待ってて。オクトパストラベラーも楽しいから、見に来て。よろしく。よいしょ。で、テンプテーションギャラクシーは、あれはほんと先輩よ。ほんとにね。ほんとにね。うん。アリがほんと強かった。なんか、いろんな段階の、アリ何段階いたんだろうね。めちゃめちゃいたけど、やっぱドレッドクイーン最後の追加コンテンツは強かったわ、あれは。よいしょ。チャンネル登録の理由が、まあ、猛徳くんのおかげでね、チャンネル登録者が一人増えたってことで、まあ、横的にはありかな。ちょっとメンバー的にはなしだけど、ちょっとひよこ的にはまあありだったかな。ありがとうございます。そう、インペリアルアロー、
強かったから、もしね、横みたいに人形足りない人はインペリアルアローで生きてください。ただし、なんか範囲攻撃はインペリアルアローマジで弱いから気をつけて、それだけ。よいしょ。ね、人形少ないのかよくやったでしょ。オラオラありがとう。今更ですが、モグラで、うそあんなに、あんなに一番弱い、なんだっけ、二段突きみたいなのをずっと永遠使ってたのに、無双三段ひらめかないの、うーわー。モグラの槍の意味なかったことね。風車しかなくね。早く言ってよ、モグラでひらめかないって。最後まで諦めないと思ってさ、ずっと二段突きしてたのに、クソ悲しい。 BL もいいぞ。ひよこね、ゆり派かな。ゆりの方がやっぱ可愛いよね。みんな見てて分かったでしょ、可愛い女の子好きだから。まあゆり派かな、ひよこはね。そう、オクトパストラベラー2、ひよこ、あの1は VTuber デビューする前かなにやってて、2が出る、え、やらなきゃと思って、あのちょっとね、当日本当はやりたいんだけど、3周年があるので、ちょっとそのあとやります。よいしょ。あ、僕も買う。え、じゃあ多分みんな発売日から やるでしょ。ひよく多分2日後ぐらいからやるから、ネタバレしないようにまた配信見に来て。ネタバレしないように配信見に来て、うん、よいしょ。あざみでクワドロ、嘘でしょ。ね、あざみちゃんでずっとさ、ひらめかそうと頑張ってたのに、何？早く言って。全然ひらめかなかった。まあそんなこんなで、ひよこちゃん頑張りましたんで、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。で、ちょっと待って。で、スパチャ読みをですね、しようと思ってまして、待って。このロマサガ分のスパチャ読みをしたいなぁと、思ってまして。できんのかな？あ、いける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 。いける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 。いけるわ。スパチャ読みができるわ。よいしょ。ひらめくひらめかないよね、たまに。そんなことないよ、そんなことない。ひらめかないときは言ってくれてよかったのに。よいしょ。じゃあ、いきますね。どっからなの、何月かな。今日だけじゃなくて、このロマサガシリーズ、今回の分、全部のスパチャ読みをしたいと思います。ちなみにスパチャ読みというのを初めてやるので、やり方ちょっと違うよとかあったら言ってください。まずロマンシングサガ最初のスパチャ、スカリポエットさん、ひよこの名前を間違えて申し訳ないというスパチャを送りました。ありがとうございます。名前を指摘してなかったら、スカリポエットさんからスパチャがもらえてなかったということですね。ある意味ラッキー。ある意味ラッキー。よいしょ。心の中でテレパシー。ちょっと難しいかな。そして、ニワトリさん。青夏と書いてこれ何て読むかわかんないんですけど、ニワトリさん。コンタマゴ、ニワトリと卵のシナジーだ。今日もロマさんが頑張れ。結構ね、ニワトリさんをね、こうやって来てくれてありがとうございました。スーパーチャー Thank you。 しかもオレンジだ、ありがとう。そして次、イワゾンさん、ダンタークおじさん討伐記念皇帝お疲れ様でした。ダンタークはドイツ口の中に引きこもってたやつ。ダンターク
ひよこたまたま見つけたやつかな、あの脳筋のやつかな、まあ、それな気がする。結構ね忘れちゃうのよね、多分それだったのかな。よいしょ、スズパちゃんありがとうございました。ふっかりポエットさんもう一回、ひなり皇帝陛下万歳。この時はね、ひなりって名前を間違えなかったです。偉いです。あ、デストロイヤー、あの土の中の人だ、無視すると追いかけてくるやつね。次、ニワトリさん、スーパーステッカーワンちゃんありがとう。そしてその後、ひなり様を甘やかしていくオレンジスーパーチャットをありがとうございます。同じくニワトリさん、エスカリポエットさん、ひなり皇帝これ使って、なんだっけこれ、アンパンマン、アンパンマン新しい頭よ、違うな。なんだろうな。そしてペロさん、オメットさんです。これはね、いつのあれだろう、16だから、スービエくん、スービエか、リベンジ、リベンジ追憶の迷宮だな。ペロさん、ロメットさん、ありがとうございました。そしてさっきのね、七英雄倒した後、お疲れ様でした、ありがとうございます。ペロさん、スーパーチャット皆さんありがとうございました。よいしょ、横のスーパーチャットはマネージャーかっこママという、ママかっこ実兄という人により、あの管理されておりまして、機材関連に使っております。この前はねモコピ買いました。ちょっとこの前また違う機材を買ったんですけど、ちょっとそれはまた後日ね発表したいと思います。こんな感じでひよこの機材代として使わせていただいております。バチャありがとうございました。よし、読めた。で、この後、ツイッターにもスパチャ書いてくれ、書いた人？うん？スパチャ送ってくれた人の、あの、画像を作って、あの、ツイッターにも貼りたいと思います。多分見てない人もいるだろうから。うん。です。はぁ、疲れた。いや、なんか、今日で終わると思ってなくて、今日、シャープ19じゃん、配信のこのタイトル。20で終わるのかなと思ったら、まさかの今日で終わるなんて、マジでびっくり。明日何しよう、モンハン、モンハンじゃないな、ユナイトに帰るわ。来週ユナイトに一瞬帰ります。横は、はい、ちょっと久しぶりにソロランクに潜ろうかと思うので、もし配信中やら裏でね、ランをひなり VT 出会ったら助けてあげてください。ひよこあれやりたい、人に依存するやつ、あれやりたい、人に依存したい。人に依存していやーゴール入れれないだろうとか言って遊びたいわ。でもボイチャしてないとそんな遊びできないね。そう、ちょっとユナイト今シーズンいつまでなんだろうね、一回も触ってないからやばいと思う。駆け込みで急いでマスターに上がる。あ、それでですね、大事な告知をしたいと思います。で、このひよこちゃんですね、活動3周年が2月の25日に来ます。まあ YouTube は3周年じゃないんですけど、まあ活動ひなりとしてこの世にみんなの前に出てきて3周年っていうことで、もしよかったらね、このロマサガ、ロマサガから出会った人でも、あのその前から出会った人でも、当日 YouTube でお祝いしに来てくれると嬉しいです。一言でもね、おめでとうとか言ってくれると嬉しいです。長生きしてる方だと思うんですよね。なんでお願いします。そうだから、そうなの、オクトラ2の発売翌日だから、だからできないのよ。
だからこの25日後に送っ飛ばすトラベラーはやります。で一応メッセージ、マシュマロ、なんだっけ、動画、イラスト、まあパンアート、自分で描いてもよし、誰かに、外部のイラストレーターさんに依頼してもよし、あと欲しいもで、欲しいもはうちお兄ちゃんにの家、過去ママに届くので、最初23日までに欲しいも送ってくれる方は届くようによろしくお願いします。リンクどこにあるのって思った人はツイッターをよく見ればリンクがそこにあるよ。で、23日までに欲しいもに関しては届いた人は当日25日にここで開封したいと思います。メッセージとかイラストとかは当日までで大丈夫です。当日来てわーありがとうとか言って紹介すると思います。はい、なので何かしらね、よかったらおめでとうを言いに来てくれると嬉しいです。あとはイリアムという配信アプリだと、ひよこデビューして、その2月の25日からデビューして3年連続配信してるから、もしよかったらイリアムも来て3年連続頑張ったねって来てくれると嬉しいです。まあ当日多分イリアムは短めになるかなとは思うんですけど、もしよかったらそちらの方もぜひアプリ登録して会いに来てください。YouTube だとゲームメインなんですけど、こんな感じでね、イリアムだとまったり喋ってるんで、もしよかったら雑談聞きたいなっていう人はイリアムに来てください。はい、以上です。あ、でも今週の告知もしたいけどサムネないからちょっと口頭で許してくれる？今週は土曜日お昼からアイビーとポケモンユナイト、かっこカスタム？カスタムってよく初めてやるんですけど、ポケモンユナイトカスタムリスナーさん参加型でやると思うので、お昼、土曜日のお昼来てください。そして夜はポケモンスターハンターサンブレイクのイベルカーナ出たじゃん。あれ、ひよこまだサンブレイクに関しては初見なので、それをつばきちゃんと、キュア V モンハン部で同じのつばきちゃんとやりたいと思います。そしてひよこつばきちゃんの枠でお邪魔したいと思うので、ひよこの枠はないのでつばきちゃんの方の枠に集合してください。ピックン、普通のカスタムだともうひよくピックとかしたらちょっともう無理とかなっちゃうからだって復帰勢だよ。明日ようやく久しぶりに触ろうかなとか言ってるから、ちょっとピックとかしたら多分死んじゃうねあいつ先輩やってなっちゃうから、多分ノーマルカスタムじゃないかなって思ってます。はい、で、日曜日ですね。日曜日はオーバークックコラボ。今毎月月1で4人で遊んでるんですけど、これがラスト配信となります。そしてラスト配信、ランオウひなりちゃんの枠でやるのですが、なんと、もうすでにサムネの左上を見た人は、およっと思ったかもしれませんが、およっという楽しい告知があるかもしれない。ということで、ぜひ日曜日20時から、オーバークック。まあ前半はね、普通にゲームするんだけど、ちょっと後半、ちょっと楽しいことがあるかもしれないので、ぜひ遊びに来てください。ということで、今週の土日はコラボが3つあるので、ちょっとわたわたしますが、遊びに来てください。よろしくお願いします。そして、ロマサガが今週終わったということで、来週の20日からですね、は、ポケモンユナイトランクをまたやりたいと思います。逃げるんじゃないひなりちゃんということで頑張るので、ぜひ皆さんロマサガじゃなくてポケモンユナイトでもよろしくねよろしくね、頑張りたいと思います。まあ、そんな感じで告知は
以上です。ご清聴いただきありがとうございました。それでは本日の配信これにて終了したいと思いますので、皆さんおつたまごをコメントでしつつ、今見てる方、アーカイブの方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日意外に短くない？全然体疲れてないな。2時間ぐらいか。短いね。ポケモンユナイトできちゃうぐらい短いね。短いわね。だって今までさ、ロマサがね、一緒に見てきたりやってきた人はわかると思うけど、一枠4時間とかやってんのよ。短いね。2時間で終わっちゃう。マジ嬉しいんだけど。七英雄倒せたの、マジ嬉しいんだけど。ありがとう、みんな最後まで見てくれて。そう、闇の沼ランクをちょっとやります。ちょっとシーズン終わりだからやばそうな気もするけど、まあ早めにマスターに上がっていきましょう。まあいつものね、3連敗したら参加型ってやつでまたやっていくと思うんで、負けた時はどうぞよろしくお願いします。本当に触ってないので、エキスパエリートからスタートだと思います。お願いします。それでは、おつたまごを言ってくれた人の名前を呼んで終わっていきたいと思います。みずさん、おつたまご。まいのんさん、おつたまご。のむさん、おつたまご。クリアおめでとう、ありがとう。頑張ったよね、頑張ったよ。れいさんも、おつたまごありがとう。プリンさんも、おつたまごありがとう。プリンさんはね、いろいろと途中アドバイスありがとうございました。あ、ペロさんもおつたまご。ペロさんもちょいちょいね、アドバイスありがとうございました。本当に難しかったです。ロマサガ3をしてた身だけど難しかった。この皇帝引き継ぎ制度が3にはなかったので、すごい難しかったけど、やっぱりロマサガって面白いよね。記憶はやっぱサガシリーズ。で、今後サガシリーズが出たらまたやっていくかと思いますんで、また配信見に来てください。次回 RPG はオクトパストラベラー2ということで終わります。それでは皆さん、おつたまご出荷、またねー。Thank you.